白熱の推しチーム討論会。さあそれではですね、浩二さんが選ぶ魅力を感じたチームをですね、いやーこれでも結構難しかったです。お一人選びたいと思います。はい、はい、吉岡アナ。本当に嘘。めちゃくちゃ理由あります。一番謙虚さがありました。ええー。謙虚って言ったじゃないですか最初に。はいはい、いや、あの謙虚さ、お三方、うん、本当に熱量がね、はい、素晴らしくありました、はい、ただ、うん、ちょっと熱量の、うん、こう伝わってき方が、はいはい、ふざけてた部分があったかな。ちょっとふざけてましたわね。厚かましい感じ。厚かましい圧が、はい、実は途中まで中本さんが優勢だったそう。横から入ってきた人間がいましたよね。そこでちょっとポイントが下がって途中であのザルを得ない、タグをちょっと横から入ってきた。そこでちょっとチーム作ってたんじゃないか疑惑がやっぱありましたんで、うわ、横やりがあんたのせいやで。あんたのせいやで。いいコンビですね。いいコンビですけどね。それでは優勝した吉岡アナの喜びの声を。なんか2人に負けてるからもうまずいなってずっと思ってて、あどうしよう、どうやって挽回していこうってずっと考えてたんですけどね。いや一番高かったですね、あの、うん、特にあの自己紹介のところが。あ、確かにね、あそこもポイント高かったですね。さすがにそれはひどいですよ。びっくりしました。いやいやいや、もう熱量がお二人素晴らしかったので、もう完全に完敗かと思ったら、あったんですけど、それぞれのクラブの、ね、魅力も言っていただきましたし、うん、はい、まあ、これから広島でやっていく上でサンフレッチェの魅力も十分伝わったんじゃないですか。浩二さんからもいろいろお聞きして、はい、より応援したいなという思いが強まりました。もともと魅力あるチームだなと思っていたので、うん、より今日で魅力が湧きましたし、うんうん、なんかもう半ここら辺なんか紫になってる気分がなんか、はい、こっちから坊坊さんからなんか紫色になってるような気分ね、一方で郷さんもね、はい、こう他クラブのこう魅力を知ることによってよりこうサンフレッチェの良さが分かったりとか。そうですね、やっぱりホームでの応援ばっかりなんで、うんうんうん、ちょっとやっぱアウェーに行って、うんうん、こう少数精鋭じゃないですけど、うん、こう熱いサポーターと一緒に、うん、アウェー敵地でのサンフレを応援したくなりましたね。ああ、うん、そうですよね、うん、興奮冷めやらぬ中、お二人から浩二さんに質問が。あのやっぱりサッカーって移籍も多い、うん、あのスポーツだと思うんですけど、うん、やっぱりこうサンフレッチェの選手は、まあ、浩二さんもそうですし、うん、お兄さんもそうですけれども本当に長く在籍されている方、まあ、今だと青山選手とか、うんね、長いですけど、そういうミスターサンフレッチェという選手が生まれるその秘訣みたいなのはどんなところにあるんですか。でもやっぱりチームの雰囲気も当然いいですし、まあ、選手間も仲がいいっていうのも一つだし、あとやっぱりその温かいサポーターが常にねこう応援していただいて一緒に戦っているクラブなので、まあ、そこからこう居心地の良さっていうところも含めて あのあまりこう外に出たがらない選手が多いのかなっていうふうには思いますかね。いいですよね、こう定着している選手が多いチームというイメージはすごくあります。うん、そうですね、まあ、まあ僕はねもうずっと広島でしたけど、まあ、そういうまあ、クラブで、まあね、こうずっと長く続けられるような選手が、まあ、これから先も今の現役選手には求めたいなっていうか、最後までこう引退までやり続けてほしいなと思います。ズバリ浩二さんが考えている今年の J1、うん、ベスト3はどこですかね。それはね、ゴッホ迎えもう、はい、1位はね間違いなく優勝はサンフレッチェ、はい、サンフレッチェです。あ、まあ、2位はですね、まあ、でもやっぱ今年補強もしたし力もつけてきている、まあ、セレッソ大阪を2位に上げたいですよね。ありがとうございます。うん、トクルト、トクルト、3位は、トクルト3位はグランパスです。あ、3位か。正直この3クラブは今非常にね、うん、調子がいいですもんね。調子いいですね。うん、もう今、まあ、ここまでの時点で言うとサンフレッチェは今負けなしできてますし、うん、はい、まあ、前節までで言うとね、そうですね、ちょっと負けてしまいましたけど、
まあ、本当に好調維持しているというところも含めてでグランパスも、ね、巻き返していますし、うん、まあ元々ね、はい、うん、もう力のある選手が揃っているの で、うん、まあ、最後ね最終節が終わる頃にはねこの3チームが、うん、まあ、トップ3を、ね、争うような戦いを見たいなというふうに思っています。はい、ということで今日は皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上でございます。ありがとうございました。ベースワンで無料体験。これが1980円から？ありじゃん。フィットネスジムベースワン無料体験キャンペーン実施中。広島弁シンガーソングライター会社員みかんバースデーワンマンライブの開催決定。広島弁を生かした切なポップをテーマにどこか懐かしい心にグッとくるような歌を奏でる会社員みかんの真夏の熱いライブを見逃すな。開催日時は8月3日広島ワイズにて19時30分スタート。お問い合わせはワイズミュージックまで。